さん、あやさん、あやさん、2月10日、あやが部屋にこもって7日が経った。私の心はざわざわしている。きっとみんなも。あや、今日も来ない。どうしちゃったんだろう。何かあったのかな。なんで来ないの。どうしよう。いつ戻るの。あや、さあ、わからない。私たちはみんな、あやに恋をしていた。初めてあやを見た、あの日から。これは、森鴎外が明治22年に翻訳した、ハムレットの中のオフィーリアの詩です。この学園では、聖歌として歌います。では、最初のフレーズを、あやさんから。心配なんです。アヤはこのまま
部屋から出てこないんじゃないかって。彼女は女の子だけにかかる呪いにかかったのかもしれないわ。誰かが彼女に恋をして、彼女も心を奪われて。冗談ですよ。あなたたちは成熟したとはいえ、まだ大人でもない子供でもない、いわばさなぎのようなもの。少女を卒業するにはみんな一度死ななくてはいけないの。死ぬ？もちろん症状的にね。彼女は今衣を脱ぐ痛みに耐えているのよ。全然食べてないじゃん。大丈夫？うん。なぜ戻ってきてくれないの？あと1ヶ月。もうあと1ヶ月しかあなたを見ることはできないのに。はや、戻ってきて。私さ、あと何回月にマニキュア塗ってもらえるかな。私がネイルサロン開いたら毎日来ねん。リサのお見合い相手お金持ちなんでしょ。私本当はちゃんと好きな人と結婚したいな。あのさ、覚えてる？アヤが最後に学校に来た日のこと。私たちの卒業まであと1ヶ月ちょっととなりました。毎年恒例ですが、卒業式ではシェイクスピアの戯曲ハムレットに登場するオフィリアの歌を歌います。伴奏は葵さん、お願いね。はい。次にソロパートの担当だけど誰かいる？あやしかいないよ。それではソロパートは月森彩さんに決定です。嫌です。
最後にもう一度聞きたかった。アヤのオフィーリア。せっかくリサが推薦したのに、あの態度はない。それに、何が気に食わないのか、ずっと部屋にこもったりしてさ。かつく。ほんときね、あのやつのこと。そうそう。片思いの人と両思いになるおまじない聞いたの。深夜0時ぴったりに、昨日でも今日でもない瞬間に、好きな人の写真とキスするんだって。まだあるんだな、それ。懐かしい。メリーさん。うちらの子がもう、それ流行ってたよ、そのまじない。うちの卒業生だったんですか？絶対やっちゃダメだよ。あれは、女の子が女の子にかける呪いだから。呪い？昔、学園で、そのおまじないを掛け合った少女たちがいてね。一人が死んで、残された子が死んだ子の霊にずーっと苦しめられたって言い伝えがあるんだ。だからうちの学園の卒業式では、秘伝で死んだオフィーリアの歌を歌うの。うるるる。そうなんですか。そうだよ。私たち門限あるんで、失礼します。失礼します。メリーさんの言うこと信じるなんて。あの人卒業生だって嘘で言いふらしてるだけなんだから。この花はデモルフォセカと言います。春になったら満開になるはずよ。楽しみね。汚い。何が楽しくて朝っぱらからこんな作業しなきゃいけないんだろう。手伝います。ごめんなさいね、うちの弟人と話すの難しくて。許してやって。でも園芸の腕はすごいの。学園長から手伝うように頼まれててね。ミツさんまだ慣れてないようだから、この子の真似するといいわよ。はい。かすみ？どうした？気分でも悪いの？ちょっと。そっか。なんかな。私も気分悪いかも。ねえ、一緒に休もう。ねえみち、先生に怒られるよ。あ、そうだ、あやの写真まだ届かなくてごめんね。昨日もさ、中庭から狙ったんだけど。あの子全然姿を見せなかった。いいの、もう大丈夫になったから。そう？かすみあんなに欲しがってたじゃん。卒業しちゃうまでにどうしてもあやの写真が欲しいって。あ、もしかして噂って本当なのかな。噂？みんなが言ってるの、あやは呪いにかけられてるんじゃないかって。
卒業したらさ、かすみは短大行くんだよね。私やらなきゃいけないこととか特になくって、写真の勉強でもしに東京行こうかなとも思ってるんだけど、でも行ったら行ったでちゃんとやらなきゃいけないし、本当にそれでいいのかなって、毎日ぐるぐる考えてて。ねえかすみ、かすみはどう思う？その日、私の目の前で霞は消えた。現在全力の捜索が続いていますが、未だ手がかりは見つからないようです。皆さん不安も多いことでしょう。でもどうか心安らかに、野原かすみさんの無事を願い、主への祈りを捧げましょう。おい、お前さ、誠実学園の女子盗撮してるって本当？見せろよ。巻き替えとかあるのか？違う、幽霊。はこの町にいる女の子の幽霊を撮っているんだ。女の子？なんだよこれ。え？なんだよこれ、何も映ってねえぞ。ちょっと帰れ。人にあげたんだよ。今ないだけだ。人にあげたの？誰もいないプールが映ってても俺たち全然嬉しくないよ。ねえ、そうだな。幽霊でいいから水着の女子映してくれちゃう。そうだ、水着の女子だ。ほら、
かすみ、あやの写真持ってたんだ。綺麗。Then the frost came after the snow. The little swallow became colder and colder, but he would not leave the prince. At last, he knew that he was going to die. I'm not going to Egypt, but to the house of death, he said to the prince. He kissed the happy prince.And fell down dead at his feet. Early next morning, the mayor was walking below. He looked up at the statue. How shabby the happy prince looks.写真だ。どうしたのこれ。あ、それかすみの部屋にあったの。私も欲しい。かすみの大事なものならさ、かすみが帰ってくるまでうちらで大事に保管しとこ。この間オーディションいいとこまで行ったの。いいとこって？書類選考で落ちたけど、紙一重だったと思う。バカ、夢のアイドル生活まであと一歩だった。いいよね、バカってポジティブで。ポジティブって何？アイドル向きってこと。ありがとう。おやすみ。おやすみ。
ゃん、戻ってきたのね。さあ、どうしたの？私最近変なの。毎日アヤの幻を見るの。私変だよ。アヤのこと好きすぎるのかな。違う。私も見るの、アヤのこと。毎日あの写真を見た日からアヤが現れるようになって、ついてくと、いつの間にかあの屋根裏の写真の前にいて、気づいたら彩の写真とキスしようとしてる。これってメリーさんの言ってた女の子が女の子にかける呪いじゃない？彩がかけられたっていうやつ？違う、彩がかけたんだよ。だっておかしいじゃない。ずっと部屋にこもってて、幽霊みたいに現れて、みんなを誘惑して、あいつは自分の写真に呪いをかけてみんなに振りまいてるんだよ。Oh,
皆さん落ち着いて聞いてください。野原かすみさんに続き昨夜いつきが失踪した。菊野いつきさんが行方不明となり、かすみと同じように外出届は出されておらず、あの写真と詳しい調査や隼人捜索はこれからですが、キスをしたからしばらくの間皆さんの外出を禁止します。シスターが1時間ごとに各部屋へ点呼に回りますので、皆さんは自室にいるように。皆さん恐れることはありません。主であるイエスと共にあって感想すること、その心を忘れてはいけません。学園の子たちを呼び寄せてる。学園内でいつも根も葉もない噂話がすぐに広がるように、あの子の呪いもどんどん広がって、3人も消えたの。もう止められないのかも。リサ、
んで、なんで、もういや、みんなどこに行っちゃうの。やめて。あんたがやってるんでしょ。答えて。みんなをどうするつもり。教えて。ねえ、教えてよ。みんなをどうしようとしてるの。Thank you.
発見された少女たちの死因は溺死によるものと見られており、集団自殺の可能性もあることから、警察は生徒たちが失踪する前の行動を追うとともに、事件・事故の両面を視野に入れ捜査を進めています。私もみんなみたいに連れてって。目を覚まして。これは私じゃない。あや。信じて。私は何もやってない。ただ私おかしな夢を見て、女の子が、水の中に浮かぶ女の子が私にこう言うの。私の呪いを解いて。その女の子、私にそっくりで。その子の声が頭から離れなくて、
ずっと部屋にこもってた。自分は何かの呪いにかけられたんじゃないかと思った。でも私を見た子たちが次々死んでるって聞いて。あや、この子は誰？お願い協力して、一緒にこの女の子の謎を解いてほしい。あなたまたあそこに行ったの？おいで。足がすっかり冷えてるじゃない。お風呂入ろう。お姉ちゃんが足洗ってあげるからね。If he had visited Japan, he would have drawn many pictures of the landscapes. If I had to do it, I would have done it at that time.As her father was killed in the accident, she is not happy. It is time he went to bed. He ought to go to bed now. If you had not... 女の子だけにかかる呪いに詳しい人がいるんだって。こんなところに呪いの秘密を知ってる人がいるの？うちの学園の話聞いた子がいるみたい。メリーさんですか？上がってきなよ。汚いけど。あんたたち食べる？パート先の処分品。あ、私たち食べてきたばっかりで。そうだよね。こんな地元のコンビニしか売ってないようなサンドイッチ、誰も食べないよね。うちの子もそうだし。あの草薙。え？草薙和美。あんたたちが勝手にメリーさんって呼んでるのは知ってるけど。あの草薙さん、うちの高校の卒業生なんですよね？ああ、うん、そうだけど。私たち女の子だけにかかる呪いについて知りたいんです。学園で死んだ子たちがみんな写真にキスするまじないをやってしまった子で。どうしたらこの呪い止められるんでしょうか？悪いけどそれは知らない。
でもあの恋まじないは昔からこの辺の女の子の間で流行ってたものだよ。当時女の子同士の恋は受け入れられずに大人たちに無理に引き離されたりした。今は埋め立てられてしまったけど、この土地にはかつて湖があってね、そこで心中する少女たちもいたんだ。ここ昔のうちの店。うちは昔写真館でね、その女の子たちの恋まじないの写真を撮ってた。ここは当時の女の子たちにとってとっても神聖な場所だったんだ。私はここで育った。この女の子たちの顔に囲まれて。大好き大好き、ずっと一緒に、ずっとそばにいるよ。死んでも離れませんように。大好き大好き、あの世で結ばれますように。こうしてると女の子たちの声が聞こえるんだ、今でも。あれ、あんたたちの学園の言い伝えの子。あの世で一緒になろうとおまじないを掛け合って心中しようとしたの。でも一方は死にきれなかった。その後どうなったんですか？死んだ女の子はあの世へ行けずに霊となってこの町をさまよった。生き残った女の子はその子の霊につきまとわれ、一生苦しむこととなった。ただいま。うちの息子。こんにちは。こんにちは。この子は写真館を継ぐんだって言って聞かないんだ。この街にさまよう女の子の幽霊を撮るんだってさ。ね。うん。あ、これ幽霊の写真。え、橋の上で見たんだ、女の子の幽霊。僕が初めて撮った幽霊の写真だよ。かすみ、あの男の子に写真もらってたんだ、花壇の作業の時に。でもあれは私じゃない。あの子の言う通り、本当に幽霊が撮れたならこの土地にさまよう私そっくりの幽霊がいるってこと？あそこだ、あの男の子が写真を撮ったっていう橋。昔湖があった頃、この辺で何人もの女の子が心中したんだよね。
きたくない。今は私と綾で呪いを止めないと誰も止められない気がするの。だから何かあったらちゃんと言ってほしい。私この学園に引き取られてきた時にね、一緒に入った女の子がいたの。その子死んだの、私の目の前で。え？助けられなかった。私に助けを求めてたのに。結局私だけ一人で学園に入った。学園の子はみんな私を好いてくれた。気づいたらみんなが私を見てた。でも私はそれが嫌だった。一人にしてほしかった。私は女の子が女の子を好きになる気持ちなんてわからない。私は男の子を好きになる気持ちもわからないけど、殺せ。こいつを殺せばみんな助かる。やめて。アヤは呪いの少女なんかじゃない。こいつとキスすると死ぬんだから。違う。大丈夫。この子はただの人間。おかしい。何が？あの死体たちだ。残留思念とまでは言わねえが、死者の念が全く感じられないんだ。え、どういうこと？中身がない。どこか離れたところに飛ばされてるような。
子。学園長を呼んできます。警察の連絡は。はい。リサ、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 リサ。同じだ。あの死体たちとどこかに飛ばされてる。まだ遠くない。俺に話しかけろ。彼イタコなの。つまり自分の体に霊を降ろせる。どこに行こうとしてるの？あの子のところ。あの子が呼んでる。あの子。でも近づけない。近づけないって。わからない。みんなあの子に近づけない。マヤとそっくりの女の子。その子死んでるの。私にそっくりな女の子、死んでるのね。あの世で一緒になる相手を探してるのかも。昔湖で心中した女の子たちみたいに。でももう湖なんてないじゃない。私あの写真とキスするよ。え？あの子はきっとどこかで待ってる。湖とは違う。どこかで。あの子の居場所を知るために私呪いにかかる。何言ってるの？あの子を救わないと女の子たちへの呪いは止まらない。約束して。絶対助けに来るって。そして私の呪いは綾が解いて。
みち
丈夫？女の子、水の中の女の子が生き返ったんだよ。外に逃げてた。だから沈めた。たかし、女の子を沈めたの？違う。女の子は元の場所に戻しただけだ。なんてこと！双子さんね。名前は？あや。まや。あや。ま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 や。思い出せなかった。
くなかったの。私ずっと逃げてた。一緒にいるよ、マヤ。今度こそ一人にしない。私もずっとここにいる。ダメ。あやはここにいてはダメ。あやだけはちゃんと生きて。マヤ、この土地で大人になるの。私の分も約束よ。貯水場から見つかったのは7歳の少女の遺体だった。
私が見た18歳のマヤは幻だったのだろうか。高橋さんは貯水場の中の前に毎日花を捧げていた。水の中の秘密の死体を隠すために。麻生先生は貯水場に近づく学園の少女たちを溺死させ川に流していた。学園内では噂されている。でも私は何かを忘れている気がする。お返しします。いいの？いいんです、どうぞ。私ちゃんと前に会えたから。私たちは離れていてもずっとつながっている気がするんです。これからも。今日は私たちの卒業式なんです。よかったら聞いていってください、オフィリアの歌。久しぶりに。いや、私は。え、私ここの卒業生じゃないし。私ずっと探してたんです。あなただったんですね、言い伝えの女の子は。死んだ女の子はあの世へ行けずに霊となってこの町をさまよった。生き残った女の子はその子の霊につきまとわれ一生苦しむこととなった。私は苦しみました。長い間彼女の霊に、いえ、あれは幻だったのかもしれません。私の思いが作った幻、死んだ彼女の姿がずっとずっと消せなかった。大人になってもずっと私は
人並みの恋もできず、ただ年を重ねて何年も何年も苦しんだ。そしてある時、私の呪いを解いて。私は思ったのです。彼女の呪いを解く、彼女があの世で一緒になる相手を捧げて。二人とも今日からこの学園の子よ。そっくりな双子さんね。名前は？あや。まや。あなたたちを引き取ったのには訳があるの。一人はこの学園で何不自由ない暮らしをさせてあげる。でも、もう一人は。ここで死になさい。どっちか一人でいい。自分たちで選ぶ？それとも、私が。あ、私が。姉さんだから。マヤ、マヤ、マヤ、あの子を殺したのは私です。麻生先生たちではありません。今年も聞けてよかった。オフィリアの歌。どっちでもいい。もうすべての呪いは解けたんだから。新しい少女たちがやってくる。彼女たちをお守りください。もう忌まわしい呪いが降りかかりませんように。私、若がアイドルになるとはね。嘘ついてるうちに本当になったんだ。リサは？ネイルの学校行くって。イツキの代わりに夢叶えるって。そっか。私はさ、東京に行くことに決めたよ。そう。頑張ってね。あやは？私はここに残る。
この町で大人になる。決めたの。そっか。離れ離れだね。お姉ちゃん。私最後に彩の写真が撮りたい。え？私ね、ずっと撮ろうとしてたんだ、彩の写真。いいでしょ？進む。ちょっと貸して。うん。ありがとう。ちょっとしゃがんで。ここ？これはみんなの幽霊？それとも私の願望？写真撮らないの？やっぱり今はやめる。なんで？私、東京で勉強して、大人になって、いつかまた、自分のカメラで綾を撮りに戻ってくる。だから待ってて。分かった。こうして私たちは普通の大人になっていく。私たちの少女の時間は終わった。でもこれだけは忘れない。あの時私たちは女の子だけにかかる呪いにかかっていた。自分が大嫌いで、自分を傷つけた。心に足りないかけらをずっとずっと探してばかりだった。そっと沈めておいた湖の底へ。忘れようとしたもう一人の自分をぎゅっと抱きしめたい。
ないくらい、yeah. あなたに憧れた自分の理想を勝手に誰かに求め、そんなの本当の愛じゃない。勘違いして嬉しいなんて見つけてく、私にしかできないこと、私にもいいとこあと、いつか気づいてくない。